はい、どうも、こんにちは。視力チャンネルです。今回ですね、こちらの方、レディーボーデン、買ってまいりまして、まあ、レディーボーデンって言ったらね、昔から、あるアイスクリームで、別にね、珍しいもなんともないですよね。まあ、今最近でしたらね、何ですか、ね、外国から来てるアイスクリーム、名前忘れましたけど、なんだかな、忘れました。よく来てますけど、こちらですね、今回、レディーボーデン買いました。でもね、なんで買ったかというと、いつもね、こういうアイス買わないんですよね。これ、ロッテのアイスクリーム、レディーボーデンですけどね。いつもね、こういうアイスはね、買わないんです。うちは、僕はね、どちらかというと、スーパーカップ、あのアイスが大好きで、このね、アイスクリームってね、結構、本当はね、お金持ちが買えるの、ラーメンじゃねえわ、アイス、ね、ですよね。僕も友達の家でね、よくね、幼少の頃、出してもらいました。うちの家でこんな買ったことないですからね、こういうのね。はい。ね、これね、書いてますね、レディーボーデン。フィットフォーアゴールデンスプーンということで、なんかね、まあ、英語よくわかんないんですけどね、今回ね、これなぜ買ったかと言いますとね、こちらです。じゃじゃん、見てください、レディーボーデン、アイスクリームオリジナルスプーンということで、こちらをもらえる、1個買ったらね、これ1個くれましたのでね、それでね、買っちゃいました。このスプーン、なんかレディーボーデン用のアイスなんでしょうね。ここ見てください、マーク、レディーボーデンのマークが入ってますね、これね、レディーボーデン用のアイス、あれです。これスプーンなんですね。実は言いますと、このレディーボーデンね、買ったのがね、298円。それね、ちょっとね、お買い得品だったんですね、これね。はい。それでね、このスプーンが、まあ、この100均とか言ってもね、これ100円で売ってるでしょ。ということは、このレディーボーデンね、198円で買えたということになるんですね、これね。明らかに得じゃないですか。もうね、このスプーンを1個、ね、もらえるということで、これ1個買えば、このスプーンが1個もらえるんですからね。はい。明らかにね、得じゃないかなということで、今回ね、買いました。このスプーン見てください。いいでしょ、これ。うちはね、まあ、普段使ってるスプーンがこれです。一緒です。大スプーンです。はい。100円均一で買うことを思ったらね、このスプーン、かなりいいと思いますよ、これね。もう、このマークも入ってますし。ちゃんとね、ステンレスです、これ。ステンレスチールジャパンって書いてます。日本製です。いいですね、このスプーン。レディーボーデン専用のスプーンですんで、レディーボーデンを食べるときはこのスプーンで食べないとダメっていうことでね。まあ、そんな決まりはないでしょうけどね。はい。ちょっと中身出してみましょうね、これね。アイスなんかね、全然わかるんで、これ中身ちょっと見てみましょうか。お、結構頑丈にね、開いてますね。スプーンを開封するってね、あんまりないでしょ。動画でね。これ普通こっちでしょね。普通開封ってね。スプーン、おまけのスプーン開封するのかって感じですけど。どうですか、これ見てください、これ。映ってます、綺麗に映ってますね。わ、顔映りそうなんでちょっとやばいですね。まあ、別にいいか。顔出してるから別に問題ない。問題ないですけどね。映ってもいいんですけど。はい。スプーンです。見てください、これ。いいスプーンでしょ、これね。ここビューっとやってね。曲がるわけないですからね、そのね。はい。ここ、見てください、これ。映りますかね。レディーボーデン。これと同じマークです。レディーボーデン。同じマークの入ってます。スプーンです。いいですね、これね。まあ、持ち心地、別に、まあ、別に持ち心地とか別にいいんですけどもね。まあ、ステンレスですからね。やっぱり綺麗です、これ。ね、十分使えます。ラッキーですね、これね。はい。いいのね、これくれたんでね。これ、このアイス買ったら、このレディーボーデンのこのオリジナルスプーンもらえるんですよ、これ。ラッキーじゃないですか？いいじゃない、いいと思いませんこれ。このスプーン欲しいためにこのアイス買うのかって言われたら、まあそれまでですけど、でもこのマークがついたスプーンもらおうと思ったら、このレディーボーデン買わないともらえないですからね。はい。いいでしょ、これ。ね。レディーボーデン。オリジナルスプーン。これずっと片取りましょうかね、こうやってね。で、入ってもいかないんでね、こうね。こういう感じで。こういう感じ、どうですか？レディーボーデンにはこのスプーンだって感じで。いいでしょう。ね。はい。まあまあ今回ね、このレディーボーデン買ったらこのスプーンもらえたっていうね、まあそれだけのことなんですけどもね。はい。ちょっとね、レディーボーデン開けてみましょうかね。ね、せっかくなんでね。みんな長いこと買ってないでしょ、レディーボーデンなんでね。ね、どうでしょうね。ちょっと開けてみましょう。すっごい冷えてるでしょ、これ。いいですね、レディーボーデン。僕ね、こう言っちゃなんですけど、レディーボーデン買ったの初めてです。はっきり言って。買ったことないです。これはね、子供の頃はやっぱりね、高級のアイスクリームだっていう認識があったんで、買ってくれなんて言えなかったですからね、親に。
とてもじゃないけど、よく言わなかったです。子供の頃食べてたのはね、ホームランバーか、チューチュー。本当ね、貧乏でしたので、こんな買えるわけないですからね。友達の家でね、一回だけ食べたことあるんですよね、これね。でもあの時ね、バニラってね、やっぱ喉が渇くからあんまり好きじゃなかったんですよね、本当はね。でもね、やっぱり憧れってあるでしょ。ね。こういうの、レディーボーデンが食べれるっていうね。今なんだ。今、ハーゲンダッツね。ハーゲンダッツですね。僕、ハーゲンダッツはね、だいたい35、6ぐらいで初めて食べて、もう衝撃を入れましたよね。で、なんでこんなうまいんだっていう。すっごい美味しかったですからね。もうあれ以来結構、ちょっちゅう食べてるんですけど、これ、レディーボーデンってやっぱ買わないですよね。ハーゲンダッツ買うせいで。ね。あんまりね。それと、まあ、あとは、スーパーカップ。明治の。あれうまいですよね。あればっかり食べてますね、本当に。もう、大きいし、量も多いし、安いし。ね、やっぱりレディーボーデンってなんか高いイメージがあるんでね、なかなか買えなかったですよ。これで298円って安いですよね、はっきり言って。ね、ハーゲンダッツ買おうと思ったら、もうこれ安いですからね。じゃあちょっとね、開けてみましょうね。どんな感じなんか。よっ。買って。はい。どうですか、これ。家族と一緒にもっと笑顔にって書いてますね。With your smile ですね。レディーボーデンは家族みんなで楽しめる上質なアイスクリーム。こちらですね。お気に入りのジャムやクッキーなど身近な素材を使ってレディーボーデンにトッピングすれば、毎日の食卓が笑顔でいっぱい。レディーボーデン。書いてますね。もうカロリーオーバーですね、これね。どう考えても。ねえ。こんなにいっぱい食べてどうするんだって感じ。これ1個でね、715カロリーですからね。まあのカロリーですね。それになんかね、何ですか。ジャムやクリームって。メロンカのパンの皮つけてどうですかね。これ美味しいでしょうね。多分ね。メロンパンの皮焼いちゃいましたね。何ですか、ね、パクリのやつはやめといた方がいいですよ。山崎のやつ絶対いいです。フジパンの方のメロンパンの皮はね、やめといた方がいいですよ。まあ、その話はね、また別のあの動画で言ってますんで、またそれ見てください。20分ぐらい思いっきり語ってますからね。まあ、それはまたその時の動画で見ていただいたらいいです。今回はこのレディーボーデンの話なんでね、メロンパンの皮どうでもいいですよ。まあ、メロンパンの皮塗ってもいいかなっていうだけの話で、ね、山崎のようにしてください。あ、じゃあ開けてみましょう。ちょっとね、あ、そう開け、おパンパンです。どう見てください、これ。うわ、パンパン。パンパンに入ってる。いいよ、これ。ほら、パンパンですよ、これ。じゃじゃーん。パンパンです。もういっぱい詰まってます。あ、そこがでもね、ちょっと浮いてますからね。まあ、でもこれでこんだけ入ってたらすごいですよね、これね。うわ、すげえ。これね、食べてみましょうかね、ちょっとね。久しぶりなんで。ちょっといただきますね。どっか食べよう。はい、ちょっといただきます。じゃあこのね、レディーボーデンのスプーンでいただいちゃいますね。レディーボーデンのスプーンでね。ちょっとだけね、いただきます。お、柔らか。あ、ちょっとここ置いてたからね、ちょっと柔らかくなったかもしれない。まあ、もともとこれは柔らかいんでしょうね、これね。ガチガチじゃないですね。レディー、ね、なんか何でした?ハーゲンダッツ、あれ硬いですからね。これ結構柔らかい、いいですよ。美味しい。あ、なんかほんと、メイドインジャパンですね。美味しいです、これ。すげえ美味しい、これ。もう全部食っちゃいますよ。全部食っちゃいそうですね、これ。これ全部食ったらね。うん。うまい。たまにはいいんじゃないですか、このアイス。これスーパーでね、298円で売ってました。たぶんひょっとしたらもっと高いかもしれないですけど、いいですよ、これ。美味しいです。多少ね、お金出しても、これスプーンもらえるときにね、買った方がいいんじゃないですか、このスプーン。今もらえますね。今もフェアですから、ちょうどやってますけど。まあ、この12月はなんかね、やってましたけど、まあ、またね、なんかいろんなもらえるんじゃないですか。これいいですよ、これ。安いですし、安くないか。うん。うん。すごい美味しいです。なんかもう、本当にバニラって感じしますね。美味しいです。ええ。本当クッキーとかね、いいんじゃないですか。これ、なんか書いてましたね。クッキーとか、なんか、ジャムとかクッキー、あ、ジャムいいじゃないですか、これ。合いますよ、これ、絶対ジャム。で、パンとか塗ってもいいじゃないですか。美味しいですよ。塗った後、野菜とかね。いや、野菜つけてどうすんだってね、ダメ。野菜じゃなしに、何ですか。お菓子、クッキーね。そういうのつけたらいいと思いますよ。はい。というわけでございましたですね。レディーボーデン。ロッテが出してます。レディーボーデン。
今回ねこちらの方のオリジナルスプーン付きで売ってましたので、こちらねレビューさせてもらいました。はい、じゃあちょっとねこちらの方家族でね食べたいと思いますので、あとはね、はい、ということでレビューでした。ありがとうございます。